もちろん焼肉をやってから刺身ってやったら食えんこうなるけど、先に刺身じゃねえか。焼肉食えんね。でまだ鳥もあるけどね、15分ぐらい。あ、そっか。3人でって、いや、よそで止まっちゃったとは言われんけど、ね、スコップ持ってきた。まあ言っても何も言わちゃったけどね。じゃあ見てみたい、代わりになるもの。じゃあ何でよ、コワさん。手だね。手だね。あの、ね、こうやってね、手をこうやってやってから、シュッシュッシュッ。手だね。手彫りだ。そう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 。動けた。そう。手刀でやるんよ、手刀で。手刀で。手刀か。それだ。それで行こう。こっちあったかいけ、こっち来て一緒にやるかいって。ええね。あ、座れるもんね。余裕で座れるもんね。椅子持ってこいって言ったら、困った。まあ、二人世界があるからね。邪魔したのにいいよね。あれが熟練だったら呼ぶけどね。美味しげだ。リーフリー。これ美味しいっす。あ、うまそうだね、これ。はい、鍋を見せたら瞬殺されるよ。あっちまんなくなる。俺キャンプ行くと大体これ買うんですよ。で夜中。俺もソロで行ったら菓子買うよ。いや最後甘いもん食いますよね。食いますよね。うん、あの飲んだ後でもいいし飲みながらでもいいし。そうそうそう。なんかうまいよねめっちゃ。菓子。チョコレート最高だけどね。止まらんもん。最高確かに。なんかこの間食ったこのポッキーが最高だったよね。うまかったもんだって。なんかあの刺身とかもあもう食えんわと思うけど、なんかこれだったら食えるのが。食えるよね、菓子は。なんかあれ不思議っすよね。でも刺身食わねえでよ。はあ、もう出していいんじゃない。目がかい。目薬忘れたのが致命傷じゃん。あるよ。なんの？これ目。それわさびじゃろ？でこれ目薬はね。これ目薬はね。目薬です、目薬。2階からやろうよ、2階から。一発で聞くね。最低、あなた最低です。よっしゃ。のとまりこに言われて言われたいね、本当に言われたいね、のとまりこに。あなた最低ですって肉声で聞いたら多分俺うもうあの一転死んでみるとか言われてみたいよね。あなた一転言われてみたいね。地獄症状とかメロメロだね。あのだってあれのとまみこファンにとったらあれもうご褒美じゃん。ご褒美以外の何物でもないけど、あれご褒美以外の何物でもないから、どうする、ナマコ行ってみます。梅とかんとか行ってたけど下降りたら気持ちいいよ。分かったよ。赤赤赤赤赤赤あーあーおもらしい。お買い替え、買い替えに自分の子だよ。おお売れちゃった。こっち側のテーブルだけって単体で役に立たんの。うめえ。マジっすか。ちょっと食ってみたい。うまいから。ナマコダメなんだよな多分。いやうまいって。絶対うまいって。これうん、え、ダメ？あ、ダメか。うまい。これ、コリコリ系一切ダメなんですよ。うまいよね、ナマコ。だから、ホルモンとかも一切ダメなんですよ。うまい。え、なにホルモン？あ、レバーとか、あっち柔らかかったら大丈夫。あ、柔らかいやったら大丈夫です。え、あの、ホルモンってうまいよね。うん、あれ、それ本当にうまいもん食ってないだろ。あ、多分食感がダメなんだと思う。で、ショッカーがダメ？ホルモンとかもダメなのが、あれなんですよ。いつ飲み込んでいいかもよくわかんないし。いや、飲めばええと思うよ。いや、なんかずっとあのコリコリしたままずっと続く感じでしょ。あれがもう。ナマコうまいよね。僕好きなんだけどね。味はね、美味しかったです。味は美味しかったけど、食感がダメなんですよ。あ、そういうことか。だから逆にもっとこう、薄くして、ね。僕ちゃんどこ行ったら大丈夫？僕ちゃんそこでずっとね、あの雪を。格闘しよるけ。なんかさっき見たらあの、氷の上になんかエクスカルバーみたいに刺さってましたね。エクスカルバー聖剣みたいな。これエクスキャーリバーって引き抜いたものが英雄になるんだね。勇者だよみたいな伝説の異世界アニメ見せるやん、はい、エクスキャーリバー大物が取れた。無色転生ですか。大物が取れたぞ。あれあれね。すげえ。コミック見よったっけ。すげえ。あれでも杉田さんのナレーションが。僕母ちゃんが送った今日写真。踊ってる踊ってる。それ氷持って。アホかって言われるそれ。この寒いで草。責められて。あんた何十格好させて何させようみたいな。父ちゃん知らんかったことにしよう。いや誰が誰が撮ったじゃん。うめえなめこなめこじゃなかった。おい。椅子持っててここ横に寄ったらいいのに。あこっちから。もうここ来る。そっちの方がぬくいよね。椅子持ってきてから。うん、お父さんの隣だし、ね、そしたらそこカメラも行けるし。カメラも行けるカメラアングル考えてカメラアングル考えてきて
さすが。その辺ぐらいがいいんじゃない、うん、ここは一番ぬくいな。めっちゃ暖かいじゃん。暖かいとこじゃない、ちょうどパラダイスじゃん。余計に泳ぎきないよ。ようこそそれはあれじゃん、光源氏じゃん。合体させたからね。桜田純子が入ってるんだよ、桜田純子が。あれ、そうじゃ、そういう曲じゃなかったクジラのその、要は普通の身と尻尾の身、俺は尻尾の身が一番うまいって聞いたことあるんですけど、尻尾の身はまず手に入らんから。あれ、高いんでしょ、はい、あれ、やっぱうまいんですかね。全然格別。あー、なんか、硬くてあんまり美味しくなさそうな気がするんですけど。柔らかい。俺、びっくりするぐらいのこの履歴が音楽系ばっかでキャンプ系とか一切ないですけど。キャンプ動画やるとかどうなっとんねん。人を見てしまうと人のやつにこう吸い寄せられるっつうか、なんか同じようなことやろうとかしちゃったりとかするから。これに限っては全くそれないと思うけどね。あ、これはないですね。おじキャンに限ってはみんな好き勝手やから。あの言ったらだって焚き火とかすら出てこないじゃないですか。うち、うん、そりゃめんどくさいもん。だって喋る方が忙しいもん。だってめんどくさいじゃん。あんなやったら暇ないよ、ね、そうだからだからいいんかなと思って。そう、いや、やろうと思えばできるんよ、うん、焚き火の道具も薪から何から全部あるよ。まあ、ありますね。道具の紹介すらばっかりやるけどさらーってもう何ほんの何秒みたいな。だから多分結構特殊な動画なんでしょう、ね、特殊なんだろうと思うよ、他の動画からすると。まあ本人が一番特殊なんだ。誰がじゃん。かな、俺か。でもあったね、サダさんみたいなおじさんいいなとかいうコメント。ああ、ありました、ありました。何やねんみたいな。俺そんなに大したことはやってないんだけど。いや、ほんまに入っちゃったよ、コメント。自画自賛して。いや、自画自賛じゃなくて入っちゃって。俺の何が面白いんだろうと思うけどね。多分普通だからいいんかなと思いますけどね。多分普通に喋るよ。うん、だって台本があるわけじゃないじゃん。今日はこれしてこれを喋っちゃろうとか。え、ないんですか。俺今日2時間かけてずーっと。アホかお前。大丈夫。どうする、あん中何が入ったら。どれ、え、どれ、トラックの中。見てみーさん、見てみーさん。トラックの見てみたら。見せてもらえーさん。あん中寝れるんよ。寝れるんて。あん中で寝るきょ。普通はついていかんけどね。人さらいかもしれない。人さらい。ハーメルンの笛吹きな。どうやった？どうやった？ベッドもいっぱいあったね。面白かった？あまり興味なさそうだったね。こうちゃん、こうちゃん、ああいう車が欲しいって言ったんだけど、母ちゃんがダメって言った。なんで？母ちゃんがつけるけ。もういいよ。何が？もうええの？うん、ジジぶっ壊す。いやいやいや、もう終わりって言ったじゃん。なんで？でも夜になるけ、これからカッパとかも出てくるけ、もうやめた方がいいと思う。なんで？怖えよ、カッパ。カッパ見たことある？あるある。カッパ怖えんじゃけ。襲ってくるよ、めちゃめちゃ。ふーって。ってちょっとビビった、ちょっと。ちょっとビビったね、今。カッパとさ、未確認生物、どっちが強い？お、ウーマが出て、ウーマ。馬だろうね。あー、未確認が怖いね。どうしてもヒーバモンとか出てきたの。父ちゃん、昔の馬ってさ、どんな馬ってかたくさんおった。えらいローカルでヒーバモンだから。ちょっと忘却の彼方だったみたいな。なんか遠い記憶を呼び起こされたような気がして。人を固めたりとかないの。でも涼しいよ、夏には。いや、夏は涼しいかもしれない。凍るんよ、でも凍る。そうです、寒いよ。氷になる。うん、氷になる。でもさ、だいたいこのおじさんがパッと喋ったら凍るからね、周りの人。お肉、お肉、お肉。タッパ。なんか凍って出てこん。凍ってないんじゃないか。煮こごりみたいな。煮こごりみたいになってる。油を食べたらいいの。さあ、僕の脂身を食べて。いや、それは怖え。変態発言ね。まあ、サダさんほどじゃないけど。君は変態ね。君は変態。 1000% それは、うん、おー、よう分かったね。カルロストキシキ&オメガトライブでしたっけ。すげえ。え、違った。素晴らしい。こちょこちょしないよ。突っ込むためにはとりあえずあのね、教養も必要で。教養なのか。
ねえ父ちゃん、お母様の目が映らんのんやけど。もっと離れんねや。これぐらい？もっとこれぐらい？何の目？お母さん、お母さん、これがあの、お母様っていう名前なんだ。お母様なんだ。もう、これ誰か持っとってよ。ねえ、持って何持ってたの？どうする？おでん、ねえ映ってるかどうか。あ、そういうこと。映ってる。映ってて、お母さん、父ちゃん、双眼鏡の代わりになるやつある？双眼鏡の代わりはないな。潜望鏡ならお父さんができるよ。見てみよ。出た、エロ出た。ダメさん、あそこカップルもいるんですから。誰そんな下ネタを見やす。ダメさん、向こうが燃え上がったらどうするんですか。いや、燃え上がる。ガンダムになるよ。アフロが出てくる。アフロ行きます。違う意味になるからやめてください。双眼鏡ない。ひどすぎる。負けるんだ。さあみたいな。ひどすぎる。ダメっすよ、アムロ行きますからの町田さんひどいっすよ。めっちゃ怒られますよ。怒られる。それは怒られる。怒られる。これは怒られる。これは怒られる。それガノタに怒られる。いや、真面目な話、焼肉の食べれる？焼こう。焼く？焼く準備せんじゃん。いや、やる気があるんだったらやるけど。やる気あるよ。あ、久しぶりに使うけど忘れてるな。お湯入れる？いや、水で。お、牛。牛は？牛はショック。牛はショック。アイデック、落ちてくる。牛は熱いの？熱っ。取っ手がいける、取っ手が。とっても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 、びっくりさせるの大成功だ。大成功、大成功。いやー、しかしさっきのは最低だったな。最低な最高だったんじゃないですか。最低の最高だった。最低の最高。マジで俺それに対抗するためにギレンの演説とか覚えてくるべきだった。よし、僕ご飯食べようか。いや、違うよ、びっくり。ちょっと待ってね、こっちも温まるけ。帰ってくるぞ、ルー。帰ってくるぞ、ジキ。来るぞ。おっちゃん来るぞ。まだかな。もうちょい待っとかないといけないですね。悪い子、悪い子、悪い子。逆にビビらされておるやんけ。ビビってないよ。ユニサヤトング、これ初めて使う。なんやん、お前ずいぶん前に買ったやろ。え、黒？え、シルバー、黒。え、黒のってある？うん、コーティング付きのやつが出たの買って忘れちゃった。シルバー見たら、あれなんか2つあるなと思った。アホじゃないか、あんた。これね、なんだっけ、金なら5倍、金なら1枚、金なら5倍、銀なら、うん、じゃなかったっけ、なんだっけ。あとエンゼルパイ、あ、海苔か、海苔、海苔、はい、名前が忘れてしまった。これ置いとくよ。まあ、その中でもサダさんは火星人かもしれんけど。なんで火星人なんですか。え、ゴッドマーズですか。ゴッドマーズ、ゴッドマーズで知ってる。いや、わかんないっす。いや、さっきの六神合体からの風流れになるんだけど、ロボット、ロボットアニメ、アニメがあったよ、昔に。このテーブルでもほんま久しぶりっすね、なんか。だって一番最初に会った時に、俺があのひっくり返って、あっちって叫んだ時の、あの時のテーブルだけ。あ、そうでしたっけ。ああ。え、でも焼き肉とかしなかったっけ。いや、これは別、あ、あと、あと。こいつが、あと。テーブルは、多分その時のやつ。オッケー、バルボア。ロッキーバルボア。イタリアのタネルマ。この時期でセーラームーンなんだとか、うん、映画でセーラームーンってあれだったんで海外需要とかなんですかね。あんまりそういうこともなく、いや、その辺もあるし、海外もすごい人気らしい。でもですよ、ね、それを見てた世代が30代とかそこそこになってるからっていうのもあるんじゃない。焼肉のタレ、簡単焼肉のタレちょろっと。あ、でもこれ味ついてるから大丈夫か。いい、このままかけて、あお、炎上商法、炎上だ。今の炎上撮っとけばよかった、うん、今撮ってないよね。撮ってないですね。よかったですね。あの、あれが前髪があったら燃えてたかもしれない。
まあないからね。ないよね。後ろ髪引かれた。これは知ってる人おらんねん。なんでさらっと出るんだろうね、ああいうのって。まあね、世代やから、ね、世代だけなんかな。俺も痛かった。島田もいい？お肉この辺ちょろっと。あ、ちょっと待ってください。俺これをやらないと今日は仕事が死ぬに死にきれないんで。そういう問題だ、はい、どっち、はい、生きるか死ぬか。生きるか死ぬかの今日中華鍋を、うん、あのここ持つやつあるの分かります？両方にやるタオルで、うん、あれ買おうかなと思ったんですけど、あれ結構いい値段するんですよね。シーズニングせえでけえじ、おまけで。シーズニング一回鉄鍋じゃけやらねえけんけ。大手間かかるし。シーズニングできるじゃん、これ。ちょっとめんどくさいからもういいかなと思って。大丈夫、そういうめんどくさいことって佐藤さんやってる。なんでやん。これなんかエアガンやりよったけんさ、その次の変態の人に変態って言われたらご褒美だったんだ。まあ、なんて言うんでしょう。変態の中の変態。変態を変態。変態を変態。まあ変態は変態も読むんですけど。油にパンチ。ピショって言わない、ピショ。お肉まだいる。あ、まだ残ってるな。さあ炸裂する中華鍋の秘宝。あいやーとか言って。ちょっとじゃあ火力大丈夫？あ、もう多分いけると思います、これで。調整しにたいよ。はい。海苔が落ちた。それは捨ててしまおう、うん、落ちたら捨てとき、うん、地面に、まあ、3秒だったら大丈夫だけど、うん、うせえ。落ちた。3秒ルールがあるからね、世の中に。おーちゃん何やっとん。今からチャーハン作る。あ、じゃあ僕ちょっとお手伝いしてくれる、うん、おお。じゃあ白いお魚とかを持ってきて。そこにあったじゃん、白いお魚。白いお魚これがやわすぎるんじゃないの。いや、多分これぐらいで大丈夫だと思うんですけどね。どうぞ、辛口どうぞ。ちょっと待って、すぐやるけね。ハウスバーも抜かれたよ。これはちょっと、ちょっと待ってよ。ジャパニーズ事務所のあれですかね、魚。落ちたよ。ごめん、ちょっと落ちたね。魚をやるからちょっと待ってよ。何やっとるん、それ。何やっとるん。味をつけよ、味を。よし、入れて、お魚。え、開けてないよ。開けようか。じゃあ持って。うん、これは長くつけよ。入れて。入れるね。うん。おー、みんな入れな、みんな、ちゃんとめっちゃ入れた。よし、じゃあ僕ちょっとどう取って、そこ。もう食べて。じゃあ僕ね、まな板持ってきて。梅干しが置いてあるけ。なんか納豆ね。これのこと？はい。あ、ラムちゃん、どうしたん？うん。あ、じゃあまた今度別の日にしようか。うん。またじゃあ、ちょっとまた連絡しよう。はいはーい。はーい。めっちゃええタイミングで。何が？よし。今度は梅干し入れてください。うん。じゃあ、父ちゃんやります。うん。お、これ。お、お、お。何て言っとった？何でもなかった。何だった？何でもない。教えて。教えて。いや、父ちゃんがね、キャンプ行く予定だったんだけど、別の日にしましょうっていう話だった。よっしゃ、ネギ出す。来た、ネギ。もうこれでおしまいっす。あ、そうだ、ね、ネギ入れてなかった。僕ネギちょうだい。よし、僕ネギ全部入れようか。じゃあもうそれ、あ、ちょっと、いや、半分でもいいね。半分でいいや。全部入れすぎやった。よし、入れよう。半分ぐらい。バーン。どっかええ味付けやん。面白いです。完成です。終了。完成でございます。いや、ちょっと分けてもらおうか。待ってください、これね、最後のね、仕上げがまだあるんだ。ございますんで、あれですね、大葉を切らないといけないんですよ。大葉久美子、久美子ちゃん、ちょっと切ってください。久美子ちゃん、ラブイズ大葉。
大谷ビーフィーやそれ。父ちゃん。サンタ綺麗に拾うなこの人。あっちゅうまだったね、やっぱ火力。いや早いっすね。だっちゅうの。まあ持ち主が変態じゃんもんね。わすげえ。火力も変態よね。すげえイエローキャブ系だった。イエローキャブ。どうぞ。あ、いや、ごめん、白子。大丈夫だ。いただきます。あれやったらこの梅干しもまだ残ってますんで。ちょっと混ぜて。ちょっと待てよ。うん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 。何を言っとんだ。うん。あ、梅干し美味しいね。あ、梅干しええね。梅干し意外と合うでしょ。合う。ねえ。これ大葉適当に散らしてもらってこれ。これ俺の。はい。いただきます。よし。あ、取りすぎた。梅干し合うんだな。え、これ入ってるんだよ。もう入ってます、入ってます。あやったら、さらに追加で。いたまどうぞ。こういう梅干しで。あ。あ、なるほどね。うまい。うん。あ、うめえ。梅干しいけるな。食べてみたい？いいよ。これありですか？ありありあり。あ、うまい。これあのしらすとかも入ってるけど、まあ、しらすも入ってますね。うん、これでもチャーハンうまいよ。あ、よかったよかった。めっちゃこれぐらい食べれるでしょ。結構あっさりするでしょ、うん、あっさり。食べやすい、あっさりしてるから。やっぱ梅ってすげえよね。もうちょっと。やっぱうめえな。シャレ？これくらい。ツッコミは忘れずに。反対側。そう、そこ食べるんで。ツッコめ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 。これぐらい。ジャッカーで2回でいきましょう。もうちょっと食べれるとこ食べてください。うめえこれ。レモン果汁。あ、よかった。いや意外となんかこれお酒に合うんですよ。なあ、俺もちょっとおかわりしていい？あ、どうぞどうぞ。うめえわ。あ、よかった。これでもプルコギもうまいですね。うまいね、プルコギ。うん。あ、手が濡れとる。いや、あそこでぬくめさせてもらえる。ストーブあったかい、うん、ストーブのとこあったかいよ。それか塩コショウ付きのせい。塩コショウがいいね。このまま触れやん。このまま食えるやん。はい、開けて。あ、もうびっくりさせるんじゃ。誰が開けるの。俺これ甲羅にもうちょいもらっていいですか。どうぞ。ちょっとうまいやろ。うまい。今回はもう萌え萌え食いんだけど。もしかして俺やられてるんですかね。やられてる。あ、ちょっといただき、どう、ね、入れ歯が。まだ寝るの。ないない、まだよ。まだまだ、早いよ。かるよ、まだ。まだまだ、あと5時間ぐらい。あ、今せっかく男同士で来たんだけどね、これはね、一緒に遊ばんないけど、ね。なんで一緒に遊ばんないけど。いや、だってなかなか来ないよ。お茶なんか暇じゃないんだけど。まあ、肥満じゃあるけどね。うん、お前言うね、佐藤さん。お前や。もうびっくりさせんのんじゃね。あれ、あ、何だったっけ。びっくりさせてほしいんだ。びっくりさせてほしいんだ。今タイミング逃したね。こっちパッと目があったからね。父ちゃん、裸でおってや。それは、あの、手順の問題があるじゃあパンツも一個もチンでや。え、こんなことはいかんの。めちゃめちゃ問題があるね。それは YouTube にあげられんだよ。しかも母ちゃんにめっちゃ怒られるもん。なんであんた何してんのダメ。いや、今日みたいに録画されたらダメ。やっぱライブ配信で。もう赤くないよ、赤く。赤くない。ねえはって顔したから、ね、あれかいよね。ビクッとしたもんね、今。まだ警戒してるもんね。おお、またまた落ちそうだった。お母様が燃えるところだった。ね、汚れるところだったね。いや違うよ、お母様が燃えるよ。こっちって。え、お母様に燃える？お母様が燃える。それ、やばい、言い方がやばい。はいはい。感じが違います。もうエロなんじゃけこのおじさんたち。どうちゃん？エロなんじゃけ。日本語ってちょっとで、ね、やばくなるよね。そうですね。感じがちょっと変わっただけで全然違いますもんね。ねまあ人間がやばいじゃないですか。誰がや。今日しかし一番最低だったのは松田さんだな。
マジか、いや、あれ最低だったな。最低だった。採用決定もしかして最低だったな。もう日本全国に笑ってもらいますよ。アンチが出てくるかもしれんけど。アンチ今んとこおらんよね。なんかもっとカッコつけてたらなんかアンチやるかもしれない、ね、あるかもしれないですけど。だっておっさんだが好きなこと言うよね。アンチもいや、もしアンチがいたとしたら単純にあの性格合わないですねっていうだけの話になってきますもんね。発生しようがないよ。いや逆にツッコミ終わらないよねこれ。バカだで終わりだもんね。逆にその面白くないんだったらあんたの飲みようが足りないんだよってみたいな感じになるよね。もっと飲めよみたいな。どういう動画なんていうか。ご視聴の際は必ず飲酒の上飲酒の上ご覧くださいみたいな。使用上の注意が出るんだ。使用上の注意。必ず飲酒量と飲酒量の必ず正しく守って必ず泥酔してご覧くださいみたいな。用意容量を守って正しくだってみんなそういうコメントなんじゃもん。だっていやもうそうっすよね。ごめん俺見たことないけど分からんのじゃ。だけど録画したやつ貸して。嫌だってば。DVD で渡すっていいのよ。コメント欄ですら見たことないのに。だってマイナスコメントがそもそもないですからね。そうなんじゃないな。ないっすないっす。普通君が言った年間20回しかやってないっていうコメントに対してちょろっとあったけど。え何が20回はもう十分でしょみたいなぐらい。あそんなんじゃ、うん。まあ、今の時期だけだね。時期的なもんかもしれない。いや、あ、そうか、前回そうか。いや、俺もそれでから、20回は、いや、それ、めっちゃやっとるじゃんと思って、自分の回数数えたら20回過ぎてましたね。俺もや、と思って。それは人それぞれじゃから、いける人はいけるし。そうですね、うん。いや、しかもコロナの時だったから、俺は結構最初の方にいっぱい行ったんですよ。行ける時に行こうと思って。だから、それとかも違ってきますよね。うん、違うよね。うん、まあだって割かしこっちの方は安全じゃん。そうっすか、うん、下手したら安全日なんですか。出たよまた、なんか始まったで。もうあれっすね、体温測んないと。そうそうそう、はい、そっか、基礎体温まで行くんだ。基礎体温はっきり言っちゃダメじゃん。いや、はっきり言ってないですよ。体温測るってだけどね。そうそうそう、それは今コロナだけ体温測らない。いや、そうっすよ。墓穴を掘った。墓穴を掘った。よっ、これ自慢あった。飛行機が飛ぶ。悲しみに。なんぼのもんじゃいかよ。あ、俺は今まで。あ、月が明るすぎてオリオンが見えんわ。欲しいものは欲しいと言え。落とした宝物を広い広いバークでギバちゃんとかだもんな。もう名前はよ今なんでなんですかね。あれなんか男臭いやつなくなったっすよね、歌が。ただ俺最近はあれ夜遊びとか好きだったな。ああ夜遊びっていうグループの花火買ってきてや。花火なんかないよ今。いやでもキャンプ場はでもね花火基本できないところが今増えてるからね。花火できんところが多いよ。なんで花火したらね、だって燃えるもん、いろんなものが。何が燃える？卵？卵とか燃えるかもしれないし。卵燃えたら燃えるな。燃えてから炎を見てから、うん、火を見てカッパが来たらね。火を見て興奮する人もおるけどね。そこいる、そこにいる。あれ？ん？かぶり物どこ消えた？あ、ここに置けるか。ぶり物って、かぶり物って言い方ないっすよ、今時。ない、かぶり物。え、極薄ですか？極薄。薄薄、ゼリアコート。はい。0.01。岡本ゴムか。岡本ゴム。寒いね、お母様。寒いって言われるよ。今ちょうどグッドタイミングで言うたね。いやほんまになんだこの急に気温殺す寒さ。やっぱ山の中は違う。山舐めんなみたいな感じだね。山を舐めるな。お前ら舐めるなよ。お前ら山を舐めるなよ。ジョニー隊長。なんだってなんだってなんだって。これ今電波入ってるんで、うん、何やるの？ライブする。ライブする。やめてよ。ライブやってみます？いやそれは面白いかもしれない。30分ぐらい限定とかで。ただ
ただあの、始めたら言ってねえな、 P が入ることは言わんようにあとあれですよ、もし可能であればなんですけど、皆さんのあれがあった方がいいですね。あれあれあれじゃない、あれ、ズボン下げた方がいい。出たよ、また霜よ、霜本当に霜だね。それぞれのスマホがあった方がいいかもしれない。スマホ、スマホなんですよ。何ですよ、コメント来たら分かんないんですよ、俺これでやってたら。あ、そういうことか、こっちで 見て。これ俺粒入れてたっけな、これ。おじキャン限定30分の夜と、あ、本当だ。あ、今開始してますっていうんで。もう始まった。もう始まってる。あ、サダさんのアップが。シマちゃんのアップが。カノチスからを待ってますって。出てる出てる。サダさんの変な帽子と、ほら。多分今出てるはずです。今と。何やっとるん、それ。今ね、いろんな人がね、今から見てくれると思うから。うん、動画の配信中で僕とかも見てくれると思うし、動いてる、動く、見えてると思うんで。なんかこんばんはとか、あ、こうやって出るんだ、こんばんはとかって。あ、どうも、ひろまつさんこんばんは、猫のさんこんばんは。あ、すごい、あ、こうやって出るんだ。うわ、すごいね。すげーな、ワインのアルパカ、まあ、いつもね、焼酎、今日寒いから焼酎のお湯割りね、黒クリスマスですね。